えなこさんに今までの思いを込めて告白をしたいと思います。えなこさん好きです、僕と付き合ってください。でもいるさがいのジャマイカです。はい、今回なんですけども、9月24日、木曜日。はい、木曜日ですね。木曜日、毎週木曜日、何かしらアップデートが入ると噂されている声行動なんですけども、来ました。急に来ましたね。はい、こちらです。ドン!えなこ限定!えなこ限定しか書いてないっていうね、これね。うん。なんか、えなこさんしか何もできないぜ、みたいな、そういう感じのことなんでしょうかね。とめぎはね、こちら、えなこさんの、コラボガチャが出たということでね、本当におめでとうございます。自慢じゃないんですけども、僕一回えなこさんとね、直接お会いしてね、話したことあるんですよ。なんか話したことあるんですよって言うとなんか世間話したみたいな感じになると思うんですけど、あ、お疲れ様です、あ、お疲れ様ですみたいな、このだけまあね、声コードの公式さんのね、番組というか大会配信みたいな感じですかね、公式大会配信みたいなやつでご一緒させていただいて直接見たことがあるんですけども、まあ可愛らしいですよ、もう可愛らしいですよ、本当にね。でも今回は荒野行動のこの写真もなかなかに可愛いっすよね。これ本人の写真なのかな、どうなんだろう。なんかすごい、なんか手首だけめちゃめちゃ太いのかと思ったら普通になんかあれシュッシュつけてんのかなんか大砲かなんかつけてんのかと思ったら普通にこれあれやん、装飾やん、これ肘と手首だけ相当太くなってるよね、これね関節強化型かな多分。はい、ということで何言ってるか分かんないですけど、じゃあ次行きますか。ということでね、今回はですね、えなこさんガチャ、どんなのがあるのかと言いますと、まず衣装が3種類あるらしいですね。こちら、キュートな小悪魔。そして、魔界プリンセス。僕個人的にはこれが好みですかね。あ、そして、あとこれ、うさうさラビット隊。なんか急に、急に動きがなくなったな。ちょっとだけサボったかな、これだけ。はい、ほんで、えなこ応援 T シャツですかね、これ。多分。えなこ応援 T シャツです。はい。あとは、重機の89式が出たらしい。まあ、いらないね。で、あと、応援バルーンということで、これシャベルじゃないかな、多分。まあ、シャベルで調べてきて出てくるんで、これシャベルですね。はい。バルーンで、応援バルーンで、殴り殺そうという。なかなか、サイコパスチックなね、戦い方するんでしょうね、これは。はい。えなこさんも嬉しいでしょうね。はい。ということで、こちら、あとバイク。まあ、最近出てたバイクと多分ね、一緒の性能じゃないかな。で、あとなんかアイコンとかもらえるらしいですけど、まあ、僕が気になってるのは、妹よりも、何よりも、こちらボイス、これですね、これめっちゃ気になってますね。フレンド追加、可能ですか。これもう聞いた感じも本人の声ですよね、完全に。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。はい、ということで今回はですね、えなこコラボガチャに、2万円の課金をしてきましたので、今回はね、こちら2万円分を使って、声フェチの僕はこちらのボイスパッケージをですね、狙っていきたいと思います。まあ、もしね、こちらボイスパッケージ希望のこれが当たった場合には、僕はもう今日、えなこさんに告白をしようと思います。ということで、早速、やっていきますか。皆さん行きますよ。せーの、やっていこうじゃないかー。ということで、行きましょう。よし、行くか。あれだね、結構シンプルなガチャ画面なんでね。まあ、ここから先はもう、サクサク引いていけたらなと思います。行きましょう。ということで、1回目、10連、はい、お願いします、お願いしますいいや、パラシュートえなこ。パラシュートえなこ。おー、いいね。なんか、新たな二つ名みたいなね。新しいの出ましたね。いやー、くっそわ。見事に部分的なものしか当たらんな。10連次、お願いします、お願いします、ボイスなんか確率悪い、まさか。まさか。まさかだけど確率悪い、これ。まさかだけど。
どう？なんかこの左上のこの部分とさ、その左上の右下のこの部分っていうのはなんか一緒のしか出ないみたいな、そういう節あんの？さっきも一緒だったけど、これ次一緒だったらもうバグってるって言うよ俺。バグってるって言っちゃうよこれ。お願い。なんか変なの出た。あ、えなこダンス、えなこダンスも踊りたくならないこの状況、どうしましょうか。まあでもなんかわけわからんバイク出たっすね。なんか背骨折れ曲がってるようなあのバイクが出ました。ありがとうございます。さあ、ということで30連目お願いします。やったかー、どっから出とんねんこの声。マジでやったぜ。これちょっと最後告白しよう。じゃあもう落ち着け。落ち着け。もうさえもうガチャガチャ全部引いた。ちょっと告白するわ今日は。マジで決めた。もうちょっと今日勢いついたわ。うわー、危ねえ。マジでもうどうしようかと思った。オレンジ枠だからさ、結構あれだね、安い、あれだね、あの、安いっていう言い方はすごい悪い。レア度的にはね、低めで設定されてるから、出やすいのかな、もしかしたら。まあ、ただ、おぉ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 、なんか、車めっちゃ出るな、このガチャ。車、バイクが結構出やすいのかな、さては。もしかしたら、結構この、オレンジ系が出やすいガチャになってんのかもしれんな、もしかしたらな。ハンターライト、おぉおぉおぉ反応反応が、実況初めて2日目ぐらいの人だったから、今おぉつって AR チャチ、これ8級式らしいね。まあ、つけとこっか、とりあえずこれは。おぉそしておぉなんか、出るねなんか今回のスーパーレアはもはやスーパーレアではないみたいですね。結構出ますな今回。もうすでにだって車で言うとオレンジチケットの、まあ、バイク含めた3台も出てるからね。もうあとちなみに2回も引けるけどどうする？どうする？正直お目当てのものがもう出ちゃったんだけど正直お目当てのものが出ちゃったんだが、特に欲しいものもないので、やっぱりえなこ様に貢いでいきたいと思います。行きましょういやー何これすごくいらない、すごくいらないの出た。あーすごくいらないわ。俺このパンダのさ下半身部分だけさすげえ被るんだよね。下半身って言っちゃあれだな、上半身頭だけになっちゃうなこれ。そしたらこれなんていうの、ね、上下半身の部分って結構被るんだよねこれ。マジで困ったもんだ。さあ次、じゃあ10連ラスト行きましょう。よいしょ、締まりがいいですね。いや、出たね。出たわ。出ました、出ました。ボイス。はい、ということで、宣言通り、えなこさんに、今までの思いを込めて、告白をしたいと思います。えなこさん、好きです。僕と、付き合ってください。それはできません。ご視聴ありがとうございました。